世代ごとを分けた図。第4世代は2030年頃からの技術になっている。第4世代原子炉は現在研究中の理論上の原子炉の設計の基準。第4世代炉のうち、次世代原子力炉と呼ばれている超高温ガス炉を除いて多くは、一般的に2030年までの商業利用は不可能と考えられている。超高温ガス炉は千二十一年に完成予定である。 現在世界中で運用されている原子炉は一般的には第二世代から第三世代の原子炉であり、すべての第一世代原子炉は廃炉となっている。第四世代原子炉の研究は8つの技術的目標をもとにして公式に第四世代国際フォーラムで始められた。主な目標はより高い安全性、核拡散抵抗性、廃棄物と天然資源利用の最小化。 原子炉の建設運用費用の低減である。高速炉、増殖炉などの技術は原子力の軍事利用とも関連性があるが、一般的にこれらの原子炉は原子力発電所に利用される予定である。初期には様々形式の原子炉が考えられたが、有望な技術と第四世代の先駆性にふさわしい、特徴を持つ技術に集中するために数が絞られた。 熱中性コロと高速炉のそれぞれに3つの形式の原子炉が提案されている。超高温ガス炉は水素生産のための質の高い熱供給源になり得るとして研究されている。高速炉はアクチノイドを燃焼させて廃棄物を減らし消費するよりも多くの燃料を作り出す可能性がある。これらのシステムは持続可能性、安全性、経済性、核拡散への抵抗性、 物理的保護などの利点が挙げられている。超高温原子炉超高温ガス炉超高温ガス炉は、炉心が黒煙を原則剤とするウラン燃料、使い切り型の原子炉案で、冷却剤にはヘリウムや溶油樹が使われる。この炉の設計は、出口付近で鮮度近い高温が想定されている。炉心は、プリズムブロック系か、ペブルベット系のどちらかの設計である。発生する高温は、 熱源として利用でき、要素要工程の熱化学水素製造に応用することが可能である。また、受動的安全を取り入れている。最初の超高温ガス炉の建設計画には、南アフリカの PBMR が存在したが2010年2月に政府が財政援助を打ち切っている。著しいコスト増と起こりうる予期しえない技術的問題への優慮から、 潜在的な投資家と顧客を引き付けられなかったとされる。超輪開発軽水冷却炉超輪海水冷却炉。超輪開発軽水冷却炉は超輪開状態の軽水を流体冷却剤として利用する案。超輪開発軽水冷却炉は高温、高圧下の軽水炉の運用が基礎となっており、超輪海水で直接タービンを回す燃料を使い切り型の原子炉である。 この形式は沸騰水型原子炉に非常によく似ており、超臨海水を冷却剤として利用しており、水を加圧する点からは加圧水型原子炉に似ていると言える。そして、現在の加圧水型原子炉や沸騰水型原子炉より高い温度での運用が可能である。超臨に開発軽水冷却炉は見込みの高い技術となっている。 従来の軽水炉と比べ熱効率が33%から45%に上がっており、高い熱効率と相当な施設の簡略化によって、費用対効果に優れた革新的な原子炉になっている。超輪開発軽水冷却炉の主な計画は、低価格の電気を生成することである。また、超輪開発軽水冷却炉は2つの信頼性のある技術のもとに建設される。 軽水炉は世界で最も一般的に開発されてきた電力発生用原子炉であり、超臨界圧化石燃料燃焼炉もまた世界中で多く利用されている。超臨開圧軽水冷却炉は12の国の32の組織によって研究されている。溶融樹を原子炉溶融樹を原子炉溶油樹炉は冷却材に溶融樹を利用する原子炉の設計案である。この形式の炉に対する 全身的な多くのデザインが投入されており、いくつかの原型炉が建設されている。初期の構想や以前の多くの例では、核燃料を溶フ復火ジオで4ッカウランを溶かし、この液体が原則体として機能する黒煙でできた炉芯に入り、臨海に到達する。多くの現在の構想では、溶融ジオの提供する低圧、高温冷却とともに、 国への基盤に分散させられた燃焼に依存している。ガス冷却高速炉ガス冷却高速炉ガス、冷却高速炉の方式は高負荷動乱の効率的な転換及びアクチノイド運用のための高速中性子スペクトルと閉じた燃料サイクルが特徴になっている。この炉はヘリウム冷却であり出口温度が850度で直接的に高い熱効率の グレートンサイクルガスタービン利用している。燃料構成は超高温での運用の可能性を呼び各く、分裂性生物の優れた閉じ込め性能を確保するように考えている。混合セラミック燃料、改良型燃料粒子、あるいはセラミック被覆アクチニド混合元素などが燃料として生産される。土心形状はピン形式や板状のものの燃料集合体化。 プリズム上ブロックが考えられているナトリウム冷却高速炉ナトリウム冷却高速炉は液体金属高速増殖炉と一体型高速炉の2つの近い関係の原子炉建設の設計案であるナトリウム冷却高速炉目標は増殖したプルトニウムによってウラン仕様の効率を増加させ超ウラン同位体が発電所から離れる必要性を除去することである この原子炉設計では高速中性子で駆動される無原則の炉心が用いられ超ン動位体を消滅あるいは燃料とすることが可能であるように設計されている。加えて排気サイクルから超半減期の超ン元素を取り除くことに利用でき、また炉心がオーバーヒートした際に炉の燃料は膨張し連鎖反応は自動的に減速する。この特徴から自動的安全を得ているとされる。 一体型高速炉は燃料サイクルに特徴付けられる原子炉のために設計されている。この炉の原型炉は建設されているが、しかしながら同様の炉をよそにも建設する前に計画中止になっている。ナトリウム冷却高速炉の案では液体のナトリウムによって炉が冷やされ、ウランとプルトニウムの金属合金が供給燃料となる。燃料は液体ナトリウムの満ちた炉の中にある。 鉄鋼被覆管の中に存在し、これらの集まりが燃料集合体を作っている。設計の課題はナトリウム運用の危険性で、ナトリウムは水に触れると爆発反応を起こす特徴を持つ。しかしながら、多くの原子炉で冷却液である水の代わりに、気体になる温度が高い液体金属ナトリウムを利用することで、冷却液の循環システムを 大気圧下で稼働させることを許しており、冷却液漏れのリスクを減少させてはいる。鉛冷却高速炉鉛冷却高速炉鉛。冷却高速炉は高速中性子スペクトルの鉛や、鉛ビスマス合金による液体金属冷却による閉じた燃料サイクルが特徴の原子炉。選択肢にはいくつかのプラント評価の範囲が存在し、50から150メガワットを発電する長い燃料。 交換間隔を持つ、電池方式300から400メガワットの発電が見積もられる、通常型1200メガワットが発電される大型一体式プラントなどが存在する。電池方式の用語は超寿命で、工場生産される炉心に研究しており、電気化学的エネルギー転換が行われているわけではない。燃料は金属加工ドウランや超ン元素を含む窒化物である。 鉛冷却高速炉は自然対流により冷却され原子炉出口の冷却温度は550度であり改良された素材によって800度までの範囲が可能である高温による熱化学水素製造を可能にしているまた加速器駆動ミリン回路では鉛ビスマス合金を冷却剤剣核破砕ターゲットとして使うことが検討されている現在の原子力装置技術と比べ 第四世代原子炉に主張される利益にはなどが挙げられる。欠点の一つとして、すべての新型炉の技術は、葬式の原子炉運用者の経験が少ない場合に、危険性がより大きいことである。原子力工学者のデイビッド・ロッシュバウムは、ほとんどすべての種類の核事故は、当時の先端技術で起こっていると説明している。彼は、新しい原子炉と事故の問題は二重である。 予測実験で計画できない筋書きが起こることと人間のミスであると主張する。アメリカ研究所の指導者は新しい原子炉の製作、建築、運用、維持は険しい学習曲線に直面するだろう。先進技術は事故とミスのリスクを高める。技術は多分証明されても人間は証明されていない。と述べている。GIF 設立9カ国に2002年にスイスが加わり、 欧州原子力共同体が2003年に加わった。2006年には中国とロシアが加わっている。ありがとうございます。